<laughs> いやいやいや、めっちゃ途中でなんか YouTube 固まったんだけど、ちょっと <laughs> なんで、なんで、めちゃめちゃ固まったんだが。これ、元のところの配信に戻れないんだよね。多分ね、これね。うん。多分ね、もう今絶対みんな多分、そっち側のね、今までのあの配信ページの方に多分行っちゃってるから。 <laughs> 急に <laughs> 急に配信切れた <laughs> 急に配信切れてるからな向こうや申し訳ないな、うん、ああ気づいた人気づいたわうん僕変わっちゃうんだよあれ Twitter じゃない間違た YouTube の iPhone のアプリからやってるから普通に YouTube がただ固まった、うん、w i f i じゃない全然そっちの w i f i じゃないもう単純に 電池が切れたわけでもないサいようサイヨウかと思ったやばいな <laughs> ああまあまあでもねもうちょうどまあ終わるタイミングではあったからまあいいっちゃいいんだけどうん,なんか急に急に「いやスクショタイムありがとうございました」じゃなくて多分それはスクショタイムじゃなくてただ固まっただけなんよ多分ね俺の思うにだけどうんごめんね うん、すまんすまんまあでもね向こうもあのあれですよあちゃんと笑顔で止まってたあよかったよかったうんよかったよかったいや二次二次面接解消じゃないの別ここ感情のない「アイムソ r リーだってまた <laughs> よいしょまあでもねちょうどねあのいい時間帯だったんで えここらでねお、えー、といろんな話聞けて楽しかったですありがとうございましたとエリーさんありがとううん本当にでも今日ねあのー、すごいまた今日も今日とってくだらない話をたくさんさせていただきました本当にありがとうございます今日もありがとうございますまたねそう開かないうちに やろうと思ってますんで。おえー、ゆりあちゃんえー、大樹くん、えー、雑談配信ありがとうございます。今日は風邪引いてしまい、寝込んでいたので寝込んでいた。土曜日だったのですが、た輝くんの、えー、配信のおかげで元気出ました。カレーダイベント、体調万全にして臨みます。最近もポケカ楽しんでいらっしゃいますか？とのこと。おうもちろんポケカはもう楽しんでる。ずっともうずっとよ。もう俺の家の机にはドゥーンってポケカが今。 もう,いろんなもうレギュレーション変わったからさいろんな敵にまた作んなきゃーっつってブブブブブってやってみもさ先生当たりましたか当たったよー当たったけど SAR は出なかったね SAR っていう一番レアリティのね高いやつがあるんですけどそれはちょっとね当たらなかったねうんパラドックスポケもお気に入りえー、でもすごいお世話になってるから鉄の鉄の鉄の買いな <laughs> お世話になってるからサーナイト使ってる使ってるサーナイト使ってるよサーナイトもな SAR 欲しいなあインスタで、えー、写真安定のニフィアおじさんで安心しました <laughs> あそうそうあれあれう固定しないと固定にするつもりだったんだうそう月光が使いまし捕まえましたか捕まえた捕まえたうん有識者のおかげでここに来られました本当 <laughs> ごめんありがとうごめんね急に急に切れちゃってたなんか YouTube が固まった、完全に iPhone とかじゃなかった。えー、胃腸風邪で寝込んでいた数日ですが、おかげさまで元気になりました。楽しい時間をありがとうございましたと。はるちゃさん、ありがとうね。そしてりーちゃんさん、えー、2時間めちゃくちゃ楽しかったです。心折れてたけど、生き返りました。本当本当本当接着剤接着剤ピピッ,ピッって <laughs> からで。えへへからでえお会いできるの楽しみにしています。お疲れ様でしたと。ありがとうございます。そしてさっきさん。 楽しかったですありがとうございましたゆっくり休んでくださいとおおありがとう土曜日ねゆっくり休もうねえな、ー、なさんえー、久しぶりの雑談配信ありがとうございました楽しくてあっという間の2時間でしたまたゲーム配信や雑談配信楽しみにしてますザ・ミュージック版のえお稽古も頑張って,てくださいと最後のことありがとうございますもうじだかもうじきだからね本当にうん整えてねえー、荒川さんかなうん 本日も楽しい癒しのフリーダムな配信ありがとうございました」とごめんねいつも特に内容があるようで内容がある風で内容ないからな本当にごめんな本当にでも楽しいんだチェーザルロスですブルーレイ出るまでどうしたらいいですかってそうだな原作見てそうあでもねそう僕あれなんですよ 僕,らが見に僕がやっていたその「ヴェルデ」の公演にあの原作者のね僧侶冬美さんが来てくださってそこでねなんとありがたいお言葉であの「あのもうアンジェルでした」って言っていただけたんですよ本当に嬉しかったですねあれはめちゃくちゃ嬉しかったでそれを聞いていた小山さんもすごい嬉しそうだったちなみに演出家の小山さんも小山優なさんもめっちゃ あーいやだってーって言われて <laughs> め,っちゃめっちゃそれ見てなんかすごいほ笑ましくなった <laughs> うん,、うん、そ,んそんな気持ちになったなめっちゃ嬉しかった小栗、うんえー、さん小栗さどっちうさん配信ありがとうございました楽しい時間を過ご,せて過ごさせていただきましたミュージックマン楽しみしてます日生劇場、えー、大好きな劇場なのでたひくんが大好き劇場に立ってくれるの嬉しいですこちらこそ楽しみ、うん、ずーさん改めてチェーサー、お疲れ様でした ミュージックマンもアンステもシールハリーイベントもえ今からワクワクです実況もいつかまた楽しみにします自己紹介の練習しておきます大丈夫大丈夫いらんよ <laughs> えーチーさんいろんな楽しいお話や、えー、華麗な武器フラグ <laughs> 出してないけどな別に武器フラグは回収ありがとうございましたまたもぐもぐ配信お待ちしておりますえー、っとよしそして青さん 泰、えー、く君の映画見れたからそのパワーで親知らずの治療頑張りますおお頑張れ頑張れ俺も昨日配信で行ってきたわ <laughs> 頑張ってね萌香さんえー、本日の非公式配信最高に楽しかったです次はカレーイベ緊張しないように夢から夢取りして望みますとのことですありがとうございますいや本当にえー、あのー、今日もねありがとうございましたまたね あのこっちのチャンネルではこういう年月の配信だったりとか、まあ、気が見たら何かしらの動画を上げるかもしれないですけど、うん、それ以外あの、ゲーム実況とかの方はまた別の、えー、チャンネルの方ありますんで、よろしかったら皆さん、そちらの、ね、チャンネルの方もチャンネル登録お願いします。こっちもね、ぜひチャンネル登録お願いします。で、グッドボタンもね、よかったら押してくれると嬉しいなと思っております。プレメリーさん、今日も楽しかったです。ASMR したり、ASMR <laughs> してないけどな。銃刀法に、いや、銃刀法やってないのよ。<laughs> また会える予定があるので、全部楽しみにしてますとのことです。ありがとうございます。T さんもありがとう。ナイスステッカー。おんじゃおんじゃまた。またな。またまた。よろしかったら、また次もお付き合ってください。以上。非公式の山崎大輝でした。バイバイ。